ものづくりの町東大阪。実は日本を代表するあの建物にも市内の企業で作られた部品が使われているんです。東大阪市は製造業の数は全国で5本の指に入り、事業所密度は全国で1位を誇ります。今回はそんな東大阪のものづくりでキラリと光る企業の現場に潜入。世界で認められる技術や魅力にぐっと迫ります。こちらが最初にご紹介する山本工学株式会社。大阪府道702号、通称産業道路沿いにあります。皆さんこんにちは、鈴宮夏樹です。こちら山本工学株式会社の製品といえばこれ、サングラスです。こちらのサングラスは阪神の近本選手も使っているそうですよ。どうですか、似合いますか。アスリートのパフォーマンスを引き出すスポーツ用アイウェアと産業安全用の保護メガネ、山本工学は頑張る人の目を守る商品を製造しています。製品の多くは国内生産され、徳島や淡路島に製造拠点を持っています。こんにちは。ここからは山本工学広報担当の山尾さんにお話を伺います。山尾さん、山本工学株式会社はすごい歴史があると伺ったんですが。ありがとうございます。創業が1911年、明治44年になります。はい、ということは今で、はい、今年で111年目になりました。明治44年に創業した山本工学株式会社、創業当初はメガネのレンズ加工からスタートしました。その後、ホコリを防ぐ防塵メガネの製造を開始。顔に密着するようにカーブをつけたものを開発すると、これが大当たり、売り上げを大きく伸ばします。戦後になると、ホコリを防ぐためのゴーグルがオートバイに乗る人に重宝されるようになります。どうしてホコリを防ぐゴーグルがオートバイに乗る人たちが使うようになったんですか。はい、1950年代になるんですけれども、はい、当時というのはまだまだその日本の道路というのは舗装されてないダートだったんですね。あ、はいはい、そういったところを走りますと、やはりこうホコリが舞ってしまうというところで、保護用のためにゴーグルを使ったというのが最初だそうです。そういう経緯があったんですね。そういったところからですね、自然にオートバイのレースでもゴーグルを使っていただくようになりまして、そのあたりから、スポーツと山本工学という関わりができていったそうです。今では産業用、スポーツ用を合わせるとアイテムは数百種類にも及びます。そんな山本工学が製造しているスポーツ用アイウェア、スワンズのポイントがこちらです。着用者のパフォーマンスを高める、その秘密を伺いたいと思います。では高尾さん、どんな体験ができますか。はい、まずこのパフォーマンスを高めるということなんですけれども、はい、まあ、サングラスといいますと、まあ、こう眩しさを抑える、暗くするというようなイメージが強いかと思うんですね。そうですね、はい、ただ今のサングラスというのは物をよりよく見せるというような力も持ってるんです。ということで、手渡されたのがアーチェリー競技の古川選手のサングラスです。そう、じゃあかけさせていただきます。はい、おお。こちらのアーチェリー用、まあ、何がアーチェリー用かと言いますと、はい、アーチェリーという競技は70メートル先の的の中心を狙っていくわけなんですけれども、はい、その的の中心の色が見えやすくなるというレンズを使っているんですね。はい、ということで、はい、こちらご覧ください。見ますね。あ、そうですね、赤がちょっと際立って見えるかなっていう感じがします。そうですね、はい、で、まあ、中心が狙いやすくなるというような力を持っています。なるほど、そうなんですね。こちらはボールが見えやすくなるサングラス。山本工学ではサングラスで石川遼選手や阪神タイガースの近本浩二選手など多くのスポーツ選手をサポートしているんです。
今のはスポーツをする方が使うサングラスですが、こう私たちが日常で使うようなサングラスもありますか？はい、ございます。こちら、はいはい、車の運転用のレンズを搭載したモデルになります。はい、ということで早速屋外で装着感を試してみることに。はい、こちらの車フロントガラスを見ていただけますか？はい、フロントガラス、はい、ちょっと外してみてください。あ、すごい、中の運転席までしっかりと見えますよね。かけたら後部座席まで見えます。はい、これすごいですね。実際の運転では対向車のドライバーがしっかりと認識できたりしますので、はい、まあ、次に相手の車がどういう動きをするか、そういったところが、見やすくなる、安全に運転ができるというようなレンズになります。これはなんか事故が減りそうですよね。そうですね。山本工学では自社でデザインや開発も行っています。ここで製品をデザインされてるんですね。はい、こちらがデザインを担当している部署の部屋になります。今実際に、はい、パソコンの画面上で製品のデザイン、カラーリングを決めていっているような作業をしていっています。おー、はい、ちょっと変わりましたよね。変わりました。はい、今回こちらではかっこいいとか、はい、つけたくなるとか、うん、気持ちを高めるという意味でもパフォーマンスを高めるというところにつながっていきます。さらにこんなものも発見しました。これとっても大事なアイテムなんだそうですよ。最後にもう一つ重要なことがありまして、それはフィット感なんですね。はいはい、この平均顔をベースに、製品の設計を行うことで、はい、ずれないとかブレない、そういったモデルをデザインしています。山本工学では競技中の選手のサングラスがずれることのないよう、平均的な顔のモデルを使って機能性やフィット感を追求しているんです。本当に隅から隅まで細やかな気遣いで作られてるんですね。はい、そうですね。弊社では、使う人のことを第一に考えるユーザーファーストというような言葉のもとに、これらの製品開発というのは行っています。はい、今日は山尾さんに様々なことを教えていただきました。それでは最後の質問です。こちら、山本工学は〇〇な会社です。どうぞ。はい、コンフォータブルセーフティーな会社です。今日ご覧いただきました通り、はい、着用者のパフォーマンスを高めるためには、まず何よりも快適に使っていただけることっていうのが非常に重要なんですね。はいはい、ただそれだけではなくてですね、私どもの会社、もともとはその産業安全用の保護具からスタートしているというところもありまして、はい、やはりその着用される方がまず安全に使っていただけることっていうのが非常に重要になってきます。快適と安全、その2つを両立させることが非常に重要だと考えています。私も今日いろいろお話を伺って、実際にかけてみて、もう本当に使用される方への思いっていうのがとっても伝わってきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次に紹介する企業は国道308号沿い川俣にあるハードロック工業株式会社。ナットで社会を支える会社です。ハードロック工業株式会社のナットは日本のいろいろなところで使われているんですが、その一例がこちらです。東京スカイツリー、新幹線に明石海峡大橋、そして人工衛星などなど、どんな技術が活かされているんでしょうか？こんにちは。こちらで会社を紹介してくれるのは総務部の名村さん。ハードロック工業が製造するナットは緩まないナットとして、さまざまな業界から高い評価を受けている品質の高いナットなんです。ハードロック工業のナットはどうして緩まないんですか？はい、当社ハードロックナットは、はい、上ナットと下ナットで構成されています。はい、上ナットは延伸の構造をしています。で、下ナットは変身という形、芯から少しずらした形で、加工してます。で、それを2つ重ねることによって、はい、くさびの効果、これは当社の会長が、考案された、特許技術によって、はい、ナットが緩まないという構造になってます。はい、このナットを発案したハードロック工業の創業者で会長の若林克彦さん。若林会長は開発当時のことを振り返り、こう話します。
もっと絶対かええやつ考えなあかんなってずっとそんなことばっかり考えてて、たまたまあの住吉大社長住吉さん鳥居のところにこうサビついてるじゃない、あれねパッと見て、あ待てよ草あるよ草あるよ、ボルトナットの中に勝ち込んだぐらい有名になる、もうとんでもないやるヒントやね。でも1個のナットはでけへんいう結論で2個使ったらいけるいうことを言い出したの。ほんでやってねごつこう最後ええじゃないですか、振動式にしたってみんな立つみやし、またこれ喜んだね。こうしたエピソードから昭和49年にハードロックナットが誕生しました。日本古来のくさびの技術をナットに応用したアイデアはその後も改良を続け現在の会社規模にまで成長したのです。続いてはハードロック工業のナットの締め付けの耐久性について見学させてもらいました。こちらはどういった実験施設なんですか？こちらはですね、このハードロックナット、はい、それから普通のナットを比較して、はい、ネジが緩むか緩まないかという実験をしています。振動でずれないかとかそういう実験ですね。それでは始めたいと思います。はい、お願いします。びっくりした、すごい、緩んでいてる、もうグラグラですね。取れた。はい、今あの取れました、一般ナットの方は、はい、あの緩んで、取れてしまいました。はい、確認するために最初にマジックで両方に線を引いてます。でもし緩んでれば回転して線がずれてるとかだったんです。はい、すごい、はい、本当に全然ずれてないですね。はい、17分間ずっと回してもずれないです。へー、はい、このようにハードロックナットは米国航空宇宙規格の振動実験やネジ緩み試験機などの厳しい検査をいくつも行い品質向上に努めているんです。厳しい検査で品質を実証し、緩まないナットで社会に貢献するハードロック工業。社長の若林正彦さんにお話を伺いました。アイデアで人を幸せにしていこうというのがですね、あのこの発想の原点になります。この緩まないネジを持って、安全安心を提供、社会に貢献すると。ということをですね、あの会社の、ミッションとしてどのようにこう社会にね、貢献させていただくかということをですね、はい、掲げて今あの対応させていただきます。安心安全を提供することで社会に貢献するハードロック工業、品質にも強いこだわりがあるんです。ハードロック工業の品質へのこだわりはこちら、一個一個確認ということなんですが、はい、どういうことでしょうか？こちらですね、はい、あの実際に製品を作る中でメッキという工程があるんですけれども、はい、こちらの方で一個一個きれいに中通るように磨いてるっていう、ね、全然違いますね、はい、こういう状態で、はい、加工してます、はい、やっぱりお客さんが、はい、あのちゃんと使っていただけるようにですね、こちらの方で品質を守るために、やっている作業です。ハードロック工業では安全への保証と品質の自信を製品への刻印に込めています。この刻印こそがハードロックブランドの証なんです。最後はハードロック工業の創業者で会長の若林和彦さんに直撃です。では会長、この質問に答えていただきたいと思います。はい、ハードロック工業は〇〇な会社です。ではどうぞ。そうですね、これはね、リタと入れましょうね。リタですか？リタ、要するに、ね、みんなが喜んでもらったらいいというやる意味が含んでるの。はい、リコはダメですよ、自分中心だから相手の身になる、ね、そういう会社ですよね。だから喜びの中にはね、いいものがどんどん芽生えるのよ、はい、そういう意味が含んでるの、リタというのはね。今日は勉強になりました、ありがとうございました。あ、どういたしまして。東大阪市では今回紹介した企業の製品などを東大阪ブランドとして認定し、ものづくりの街東大阪の PR を行っています。ぜひ皆さんも一度ご覧になってみてくださいね。